こんにちは、安藤です。あんたたち春だね。安藤ということでですね、始まりました。私のチャンネルなんですけれども、私、元男子。今は、まあ女子。男として生まれたんだけれども、ちょっと途中からね、女の子の方にちょっと路線変更しまして、ちょっと手術とか、戸籍とかも変更しまして、現在に至ります。そして、その私がお送りする、今の夫ちゃんとの結婚までの道のりでございます。前回までは、夫ちゃんがね、お母さんに、いや、実は、元男性のこういう人と今付き合ってて、っていうようなお話をして、そしてお母さんからの返答は、どんな人でも、あんたが選んだ人だったら応援するよっていう、本当にハートフルな、ハートウォーマーな、ハートウォーミーな、お返事だったんですよね。私それ聞いてね、ちょっと号泣しちゃったんですけども、ちょっとすごく不安だったからね。夫ちゃんのお母さん私のことどう思うんだろう、どう思うのかな、絶対嫌だよな、反対されるよなってずっと思ってたので、そのね、お母さんの予想外の回答にね、私はとてもとてもほっとしたんですよね。でもね、そこからね、一度その人とお会いしてみたいっていうね、その夫ちゃんのお母さんの意向がありまして、あ、もちろんお会いしますって言って私夫ちゃんに言ってね、会うことになったんですね、急遽ね。多分ね、予定を入れてから多分1週間ぐらいだったと思うんですよ。予定を立ててから会うまでの期間ね、1週間ぐらいですよ、1週間。その間にね、私何を思ったかというと、ま、夫ちゃんのお母様に会うってことはなんか食事とかきっとする、その時に箸使い、お箸の持ち方、やっぱりちょっとね、昔から私が古い人間なので、保守的な、まあ、なんだかんだ言いながら私保守的なんですけれども、お箸の持ち方はね、きっとね、チェックをされるんじゃないかと思ったんですよ、そこで。いやいや、とってもね、ハートウォーミングなね、お母様なので、もちろんそこでね、どうのこうのってなるとは思ってはなかったんですけども、やっぱり、まあ、彼氏であるとか、まあ、このね、チャンネル見てくださってる女の子たち、あんたたちならわかるよね。私のチャンネルはね、80% ぐらいね、女性が見てくれてるんです。いつもありがとう。女の子たちありがとう。一番多いのはね、私と同じ40代の方、そして次いで50代の方、そして30代の方、60代の女子、70代の女子、30代から70代までの女子がね、見てくれてるわけです。ありがたい。いつもありがとう。ほんと、女の子には助けてられてばっかりです。男の子もね、ありがとう。でもね、男の子にはね、大概今まで捨てられてばっかりだったので、男には今まで捨てられてばっかりだったので、私のチャンネルはほとんど女子が見てるんですけれども、どうでしたか？ほんとこれ聞きたい。あなたたちが、まあ、彼氏とかね、今の夫さんとか、そういった、方のお母様とか、そういうご親族に会うときは、どんな風に最初考えましたか？緊張するよね、もちろんね。どこをね、どうしたらいいかなって考えましたか？私はね、実はね、箸使いだったんですよ。話は遡ってね、今の夫ちゃんと知り合う前、30代の後半ぐらいにね、おじさんグループに結構、その食事とか行ってもらってた時期があったんですよ。お前面白いから来いよ、みたいな感じでね、よくね、誘われてたんですよ。それで私もご馳走してくれるから、おじさんたちは。はいはい、行きます、みたいな感じで、よくね、食べに連れて行ってもらってたんですね。そこでね、美味しいなって食べてたら、一人のね、おじさんがね、安藤ちゃん、君、箸使い変だね。まあ、当時ね、東京に住んでたので、まあ、東京の方々なんですよ。関東の方々だから、すごいね、標準語、まあ、東京弁って言うんですか、標準語って言うんですか、なんか優しいじゃないですか、関西の人と比べたら。関西だったらね、安藤ちゃん、お前、箸使い変やな、めっちゃ変やな、おかしいぞとかいう感じなんですよね。でも、東京の方々は、安藤ちゃん、箸使いおかしいね。って感じなんですよね。それで言われたんですよ、東京弁で。おかしいねって言われて。おかしいの？自分の箸の持ち方をね、はたと見てみました。こういう感じ。わかるかな？鉛筆持ちだったんですよ、私。鉛筆持ち。だから、こんな感じで動かすんですよね。でも私はずっとこれで育ってきたから、これが普通だったんですよ。まあ自分の箸使いが正解とは思ってなかったし、間違ってるっていう意識はあったんだけども、そんなこと指摘してくれる人なんていなかったから、親も含めてね、私の。ずっとね、これで言ってたんです、これで。鉛筆持ち。ガシガシガシ。でもね、ネットの世界にはね、その箸警察っているじゃないですか。箸警察。芸能人とか、まあ特に女優さんのね、女優さんの箸使いとかを見て、はあ、もう、あんな美人なのに箸使いがおかしいね。いうね、箸警察がいらっしゃるんですよ、ネット界隈には。食事をするシーン、ね、例えばトンネルズのね、皆さんのおかげです。でしたかね。食わず嫌いを決戦みたいな。女優さんたちが番宣とかで出てくるわけですよ。そこでね、普通にね、食事をするんですけども、その時のね、箸の持ち方がおかしいみたいな感じでね、もうスレッドとか立つわけですよ、2チャンネルとかに、バーっと。秘宝。
女優の何々、箸使いが下品みたいな感じでね。私もそういうのを読んで、ああ、確かにおかしいよね。すごく綺麗なのに、箸使いおかしいってどうなのかななんて思ってる側だったの。まあ、自分も正しいと思ってなかった、けども、そこまでおかしいとも思ってなかったから。でも、そんな風にね、東京弁でね、安藤ちゃん、箸使いおかしいよって言われてね、はっ、本当？って、そこでね、初めて自分の箸使いに向き合ったんですよね。多分35、6ぐらいだったかなと思うんですけれども、はっって気づいて、今のこのいい年になってもちょっとおかしい人だなって思われるし、この先40代50代になってもその持ち方だったら、やっぱり初対面の時の印象っていうのがちょっと悪くなるから直した方がいいよ、とつとつとね教えてくれたんですよね。そんな風に直した方がいい箸使いを、生まれて初めてそんな風に言ってもらえたんですよね。今となってはめちゃくちゃ嬉しいことなんですよ、それ。そこからね、私ね、めちゃくちゃ直し始めたから。あ、おかしいんだと思って。そういうところを人は見るんだなと思って。私今まで自分の箸使いを気にしてなかったから、人の箸使いなんて気にしたことなかったんですよ。それはね、こう思ってたら気にするよ。でも、そういう極端な人ってそうそういなかったから、あんまり注意したことなかったんですよね。注目したことなかったんですよ、人の箸使いに関して。でも、私は自分が指摘されたから、ダメだ。これはちゃんと直せないといけないと思って、当日からですよ。まず言われた当日からね、ちょっとネットとかで正しい箸の持ち方とか、まあその時にも教えてもらったし、おじさんたちにどうやって持つのって言って、そしたらなんかこう中に指を入れてとか、なんかこう挟んで動かすで、これだよこれって感じで教えてもらったんですよね。正直もう三十何年それで自分の鉛筆持ちで来ちゃってたから、最初本当に苦労したの。力が入んないんですよね、その教えてもらった方法では。力が入らなくて、もうなんかどうしようってくじける時もあったんだけど、自分でお魚とか買って焼いて、それを上手に食べるとかって練習したり、本当にその小豆、よく言うじゃないですか、その小豆を皿から皿へ一粒ずつ移せみたいな感じで、本当にそういうのをやったりして、意識してね、強制していったんですよ、箸使いを。それでね、そんな時にね、実家に帰ることがあって、そこで母親のやつをちょっと見てみようと思ってね、よくね、じーっと見てみたんです、母親。そしたら私よりひどいなんか鉛筆持ちでこんなして食べてるんですよいや、そりゃダメだ。お母様、その箸の持ち方何なのって言ったら、え？って感じなんですよ、母親も。え？おかしい？変？って言って。いや、おかしいよ、どう見てもって。おかしいって言われたことないの？って言ったら。ないねーって感じで、そんなもん、口に入ればいいじゃないのって感じの考え方だったんですね、うちの母親は。そして、父親も私に一言もそんな風な、ことを言わなかったし、父親はね、確かできてたと思うんですよ、箸使い。うん、でも母親はこう、えぐり込むようにこう、えぐり込むようにここ、お茶碗からこう、ご飯を取ってたんですよね、この、クイッ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 クみたいな。よくそんな器用に持つな、みたいな感じで。まあ、それはね、自分が意識してなかったら、それは子供にも教えないですよね。うん、まあ、それで私も、ああ、もう、それは仕方なかったなと思って、この母親だと。まあでもね、人のせいにするわけじゃないけども、まあでも私は途中でそんな風に気づかせてもらったから、そのおじさんたちのおかげで一生懸命そこから練習したんですね。そしたらなんとかそのね、見れるようになって、あ、よかったなーって思って、それして夫ちゃんと知り合って、その夫ちゃんはね、すごくね、鉢使いが綺麗なんですよね。やっぱり親御さんに教えてもらったのって聞いたら、うん、そこら辺厳しかったんだよねみたいなことを言うんですね厳しかった、おうちの母親はみたいな感じだったんですよね。その流れでね、夫ちゃんの、まあ当時はまだ彼氏だったんですけども、そのお母様に会うっていう風になったんですね。だからね、私まず頭に浮かんだのが、絶対に箸使いをきちんとしないといけないと思ったんですよ。食事に行くかもしれないじゃないですか、その流れに。大体まあ食事に行くんじゃないかなと思ってたんですけども、別に予定は決まってなかったんですね。ただ最初にお会いするっていう話だけだったので。ただでも食事に行ったらしっかりとした箸使いしないといけないと思って、その会うまでの一週間でまたね、小豆を買って、皿から皿へ。皿から皿へ移す40代みたいな。強制するわけですよ、もう一回ね、復習。うん、一粒、二粒、三粒、四粒、五粒、一粒足りないみたいな。それは違う。番長皿屋敷じゃないから。一粒、二粒、三粒、四粒。まあね、そういう感じの私はコンプレックスがあったんですよね。とにかくマナーをしっかりしないといけないと思って。なんかほんとね、ビジネススーツ着ようかと思ったぐらい。まあ、それはさすがにやめたけど、でもみんな一番最初に会うとき、どんな格好とかしていきましたか？私はまあ、一応ね、その、上はシャツ着たんじゃないかな。ブラウスみたいなの着て、
多分ロングスカートかなんかを履いたと思うんですけれども、皆さんどんな感じですか？もうそんなこと気にせず、こんにちは、何々くんの彼女でーすみたいな感じで行きましたか？多分そんなことないと思うんですよ。まあ10代とかなら別だけど、やっぱり20代、30代、40代の時とかにね、あったりするじゃないですか。相手方の親御さんにね。皆さんもやっぱり気をつけたでしょ？そこら辺は。めちゃめちゃ怖かったでしょ？お母様と会うってなったら。私は怖いというよりも、本当にきちんとしないといけないって感じだったんですよ。とても優しいお母様だっていうのは分かったから、きちんとしないといけない。マナーだ、マナーだ。マナー。マナー、マナーって言ってもね、最近はそのマスクマナーですか？マスクマナーとか言い出しやがってるし、オンライン面接マナー？もう冗談じゃないよね。何でもかんでもマナーだよね。そんなことしてたら、そのうちね、生まれ方のマナーみたいな感じで生まれ出る瞬間のマナーみたいな、おきゃーと出てくるみたいな感じのマナーも出てくるんじゃないかなと思ってね、私はちょっと戦々恐々としておりますよ。一般常識のマナーってあるので、その冠婚葬祭とか特にね、ご祝儀はどんな風に包むとか、あのお札の方向はどうとか、新札がどう、やっぱりマナーにね縛られるのはどうかなと思うんですよ。でもやっぱりいざ自分がその立場になると、やっぱりマナーです。マナーを一番に考えちゃうんですよね。マナー、明日マナーだよ。男性とかだったら、まあいいかもしれないですよ。その、俺には俺のポリシーがあるんだから、相手の親の前でいちいち態度を変えたりしねえぜ。突っ張ることがたった一つの勲章だぜ、みたいな。突っ張ることが男の、たった一つの勲章だって、この胸に信じて生きてきた。お母様に会うまでの間、一生懸命その箸使いの復習もして、そしてね、箸使いでやっちゃダメな例とかも調べたんですよ。そしたらね、あるわ。出るわ。直橋、逆さ橋、持ち橋、渡し橋、跳ね橋、迷い橋、空橋、探り橋、拝み橋、差し橋、寄せ橋、涙橋、ねぶり橋、握り橋、合わせ橋、縦橋、叩き橋、紙橋、ちぎり橋、渡らせ橋、あじさい橋。ほんとやめてほしいですよね。これだけマナー作られたらね、もうどうしようもないですよね。動けないよ、まず。まあね、そういった復習もして、とにかく食事の場で、食事の場っていうのが多分ね、一番そのお育ちっていうんですか、そういうのが出るかなと思ったので、食事の場で恥をかかないようになんとかね、その復習とかしてたんですよ。もうあとは仕方がない。どうしようもないもん。うん。迎えました、当日。駅のね、改札口までね、夫ちゃんと一緒にね、迎えに行ったんですよ。写真は最初にね、夫ちゃんから見せてもらってたので、どういったお母さんかは顔はしてたんですけれども、到着するっていう電車がね、来ても、私もバクバクですよ、バクバク。いや、いつ改札口来るんだろう。ドキ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 ンドドキンコドキンコ。そしたらね、向こうの方からね、もうちっちゃいんですよ、お母さんは。ちっちゃいお母さんがね、タカ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 って走ってくるんですよね。はじめましてって言って改札口くくって、最初に私にハグしてくれたんですよね。すごくないです？ちっちゃいお母さんがね、たーって走ってきて、はじめまして、やっと会えたねって言ってね、ハグしてくれたんですよね。いやー、私なんか嬉しくて、感激のあまりね、何て言っていいかわからなくて、本当初めましてぐらいしか言えなかったんですよ、私。本当に第一印象からすごく優しくて。とにかくね、お母さんもすごくね、緊張してたと思うんですよ。そんなことをお首にも出さずに、本当フレンドリーに接してくださって、やっと会えたねって言って、ニコニコしてくれてね。なんかな、お母ちゃんもなんか緊張しすぎてなんかお腹痛くなっちゃったみたいなことをね、言ってくれるんですよ。安藤ちゃんは大丈夫って言って。まあ、安藤ちゃんって一応便宜的にはここで言ってますけども、下の名前で呼んでくれてるんですね。何々ちゃんは大丈夫って言って、お腹大丈夫って言われて。いきなりそのお腹の心配してくれたから、大丈夫です。はい、大丈夫ですって言って。歩きながらいろいろお話をして、そして、じゃあ、どっか食べに行こうかってなって、そして、何を食べたいかちょっとお聞きして、そして行ったところがね、なんとね、カレー屋だったの。カレーね、確実ね、お箸が出てこない店だったのね、私もね、そこで言いそうになったもん。すいません、お箸くださいって。お箸を出してくださいって言って、言いそうになったぐらい、スプーンだった。スプーン。うん。私のこれ、いらなかった、私のこれ。まあね、いきなりカレー屋に行って、いろいろちょっとお話ししたりしてね。本当に私たちのことを考えてくれてるというかね。大変だったね、辛かったね、っていう風な感じでね、私にすごく共感というかそういうのをしてくださって、そんな風な初対面が終わって、お母様が帰られてね、夫ちゃんに後で LINE が来たそうなんですけども、とても感じのいい子だね、って本当安心したよ、みたいな感じのお言葉をいただいてね、本当に私自身も、すごくね、感激と安心と、ただね、夫ちゃんはね、お父様ももちろんいらっしゃるんですよ。お父様。お父様？お母様はね、これから、
お父さんにどんな風に言うか考えないといけないね。一緒に考えよう。私は絶対味方になってあげるから。っていう風にね、言ってくれたんですけども。お父様。お父様。あんたたち！この続きはまた今度。また見てね。アンド。